Hello there, 始まりました。アマルチャチャンネルです。今回はですね、大阪大学の英語の公表をしていきたいかなと思います。まあ、転倒ヘッドでね、倒れる前に解いたので、だいぶ前なんですけども、見ていきたいかなと思いますね。まずは外国語学部。大問1、和文英訳ですね。まあ、これは他の学部とも共通なやつですね。どうだったでしょうか。まあね、長いけど、最初の分はそこまででもないかな。ちゃんとまあ、フォアがどこを並べてるかとか。でもね、brings ってね、そんな人が来るに決まってるから、ここまで難しくないかな。2文目が builds through embodied mutual activities。ここかな。embodied とかね。難しかったかもしれないですね。まあ、授業でね、バディ出てきたらショーだと思えっていつも言ってます。具現か具体かとかってやっちゃうとうまく和訳いかない時が結構あるよって言ってます。3文目、It is unclear why で、It to とか It that だけじゃなくて、It っていうのが様々な説を取れるんだよって。Bother to do とか、構文自体はそこまで難しくないかな。2個目ですね、めんどくさかったんじゃない、Directed attention。まあ、文脈でわかるか、この Directed attention っていうのは。で、Require to do to focus on があって、Distractions に that説かかってて、For instance があって、When 説がかなり長いと。あ、そっか、Engrossed とかね、知らないかな。Intricate、 あ、どっか次第出てたよね、これ。To be dedicated to 名詞とか ing ね。Requiring our direct undivided attention。 そうですね、こうだから、ね、集中しなきゃいけないっていうのが必要と。分子構文の require で分かれてるそうです。まあ確かにね、意味は簡単に分かるけど、日本語にうまくしろって言ったら分かれるかもね。はい、続いて外国語学部の山場、第2問の、ね、長い長文、そして記述していかなきゃいけないですね。で、説明問題中心ですね。1は、this が来てるから、this は直前ですからね。で、直前の分のね、コロナとのね、とこを訳してるんだけど、ただ they っていうのがありますから、その they が指してるものがコロナの前にあるので、そこを入れてやれば OK ですね。2個目も、はい、this era っていう風に、this が来てますから。で、さらに、まあ、era ってね、時代が来てるから、時間表現がね、for a century and a half っていう風にね、時間表現来てますから、結構すぐにいけたんじゃないかなと思いますね。あ、3番がそうですね、ダニエル・ジョーンズがね、本作ったり、まあ、この RP とかね、received pronunciation とかっていうのは、社会言語学のところですごく重要になってくるところなんですよ。自分自身もね、日本で社会言語学やった時も勉強したし、アメリカで社会言語学の授業も取ってたんで、勉強したところですね。やっぱ標準的な英語、標準的な発音っていうのを身につけていないと、下に見られてしまうっていうのは、それは日本でも変わらないんですよ。ね、いつも言うんですけど、私が例に挙げるんですけど、やっぱ東北の人の名前って下に見られちゃうんだよ、どうしてもね。すごい悲しい。母方東北ですから。女性は強制されることが多いんですね。だから母親だったりとか、母の家族も女性はみんな強制されてるんですよ。それに対して男性側は強制されないので、そのままアクセントで東京に来ても喋って、やっぱり結構白い目で見られちゃうっていうことがね、起こっちゃうんですよ。これはまあ英語でも同じことがあって、女性の方がね、結構スタンダードなものに近づけやすいとかね、そういうのがあったりするんで、ね、なぜなのかみたいな論文もいろいろ出てるんですけど、まあ、とにかく RP っていうのが必要なのに身につけてないよっていう、そういう話で、次アメリカでは別にそんなさ、まあ、イギリスみたいなマナーは必要ないっていう、まあ今だってね、実際そうですよね。アメリカだからこそ自分もこのフードみたいなのはさ、いつも着てるわけですけど、スリカンバリーのお金持ちの人たちってね、ラフな格好してたりしますよね。そういうのと同じようにね、言語にもそういうのが見られると。で、下線部語、ね、和訳があって、まあ、スティグマタイゼーションとかどうなんですかね。スティグマとか知ってますよね。で、together with が間に挟まっていて、it という構文で、で、defined by っていうね、塊がある。まあ、そこまで構文自体は難しくはないかな。まあ、そうですね、今の現在のイギリスでもそうですけど、やっぱりエリート階級のね、喋り方っていうのはね、下に見られたり、まあ、うちの、イギリス人が入試問題解いてる動画とかでも、まあ、時々ね、このパッシュっていうね、表現が出てきたりしますよね。で、入試問題で硬い表現がいっぱい出てくるから、それを見てですね、パッシュなんですね、人の喋り方だみたいなね、よく喋ってますね。で、6に関して筆者がどう、まあすぐそばに書いてるからそんなに難しくないよね。バット以下だよね、そこの2分か、それだけだから。ジェネラルブリティッシュって言ったってさ、ね、スカッティッシュとかアイリッシュ違うからね、発音ね。で、7、ディスコノテーションですね。これは簡単じゃん、すぐ前の文にある2つを選べばいいだけですから、はいね、過去のことと上流階級ってやつね、はい、だから全然難しくないですね。はい、10作文第3、これはね、作文の授業、普段の授業でも話したよね、浪人高校両方話したかな、覚えてないですけど、まあその授業を受けてた人は別に大阪大受けてないからですけど、この電子マネーっていうのは出るって言いました。で、その時に授業で喋ったのは、キャッシュっていうものを発行したり
移動したり保管したり現金っていう物の管理だったり輸送だったりにはものすごいお金がかかると、だからキャッシュレスになればこういったものにかかる費用がなくなるからものすごく政府としてはいいんだよっていう話をしました。ただただね、僕らがお金持ち歩かなくて済む軽い楽っていうのもでも書きやすいんですけど、こういった大きな目で書くこともできるよっていう話をしたと思いますね。で、反対に良くない点としては、まあいろんな大学がこれは長文で出題してますけど、個人情報のね、管理がされちゃうよって。実際、何歳の人がね、どこで何を買ったか個人情報が取られちゃってるんで、逆にこれはまあ会社のマーケティングとしてはいいことだよね。どこにどういった商品どういったサービスを提供すれば、ね、効果的に提供できるかっていうのが分かる。なんで消費者的にはまあプライバシーの問題があって怖かったりするけど、この商品やサービスを提供する会社からすればいい面も多いよっていう話を授業でしました。で、4番ですね。和文英訳。そう、これね、やっぱ解釈むずいよね。最初のさ、思考は動かすことが必要ですね。この動かすが何なのかがさ、で、これもいろんな予備校でも回答が分かれてます。まあ、自分が一番最初浮かんだのはアクティベートですね。活性化させるとか、そういうことかなって思って、ただ読むとさ、確かに他の回答も見て思ったんだけど、なんか考えを変えるっていう解釈も確かにできなくはないかなと思ったね。二つ目はまあそうね、行き詰まってとかだよね。まあ止まるみたいなね。次が考えぶつけられるとかね。とにかく状況を考えるっていうのが非常に大事ですよね。まあ苦労した人多いと思った。リスニング、音声聞かないとどれぐらい早かったのかとかわかんないで難しいんですけども、読む限り内容自体はそんな難しくないですね。該当箇所もただ発見できればいいんですけど、めんどくさいね、記述だからね。きちんと理解してそれを日本語で書かないといけないので、いくら内容が優しめだからといって、きちんと対策しなきゃいけないなっていう印象ですね。続いて外国語学部以外ですね。はい、大問1は共通ですから、大問2ですね。大問2。まず最初は、handling glove か。あ、これはまあ分かんなくても全然、次の文に、science and technology are indeed handling glove って書いてあって、その次の方に、their technology has nothing to do with science っていうふうに書いてあるんで、これと逆になってるっていうので、簡単に答えを選びます。続いて、和訳。遠いお仕事術語が、the piece of technology って、動詞が dates でしょ？めちゃめちゃ離れてるんじゃん、これね。こう最初にテクノロジーって書いてあって、そだわんで、また同格的に説明してさ、デザート説が2つかかっててさ、めんどくさいと思った。次の2番だ。credited は、これは知っておいたことですね。attributed ってね、言い換えられる。で、次 B が extra caloric value があって、allowed to do があって、So roughly a fifth of the energy we consume. As opposed to ね、これ結構知らないっていうのが教えてて分かってるので知っておいてくださいね。だから roughly a fifth に対してね、a tenth であるっていうね。次は ingenuity。 はあ、そっか、知らないかもね、これね。 cleverness、 いい会話で、ランスケープアーキテクチャを説明してるのを選ぶんだけど、こういうのは先に説問見とかないと結構きついやつで、そう、これ授業でよく言うやつですけど、こういう該当箇所が後ろにあるんだったら簡単だけど、前にあるときは読み返さなきゃいけなくなっちゃうから、先に見ておいた方がいいよってやつ。The ownership of the cave's riches。 あ、これはまあ簡単だよね。食う側か食われる側かってね。そう、火使えるようになったからさ、人間が食われる側から食う側に変わったってですね。これ有名なんですよ、結構。で、読むの、around の、これめちゃめちゃ重要だ、授業で言ったやつなんですけどね。ある、存在するっていうのは、超使うんですよ、普段の表現で。で、もう入試で出てくると、知らない人がめちゃ多い。あるっていう意味の around は絶対一人ですね。問い6番、合わないのはどれでしょうっていう、内容1、簡単だよ、こいつは、さすが。だって、ロが明らかに矛盾するわけじゃん。科学と知識なしに。っていう風に言ってるけど、科学と技術は違うって書いてて、技術のやつだって書いてるかな。最初がさ、STEM できたからさ、Science, Technology and Engineering and Mathematics ね。これ確かあれだよね、なんか国公立大のテキストに入れてるよね、STEM に関しては。よく出るから。でもあんま STEM の話じゃなかった、結局。ちょっとそこは残念。あと3は共通で、4の和文英訳ですね。まあ、ええね、むずいよね、これね。鳥も直さずとかさ、知ってんのこれ。取りも直さずってどういう意味？実際はね、英訳しなくてもいけんだけど、結構難しい。なんとかに他ならないとかね、いう意味でしょうけど。だからあんまり訳さなくてもいけちゃうし、で、教訓を学ばせてもらうとか、このもらうとかね、やりもらいっていうのは結構ね、日本語と他の言語でずれるので、大変なとこもあったりしますね。で、E の方ね、著者の看護はそのまま無批判、このそのまま無批判にのとことか、結構、苦労する人もいるだろうね。振り返って吟味しね、はいはい、吟味とかもね、狙われるね。よく考えるってことだね。で、次が歴史上事実に書くのは傲慢ね。アラガントとかさ、知ってんのみんな。今日さっき今度コラボする相手と
喋った時に使ったけど、特権的だよね、プリビレッジとかね、ちょっと単語が難しいかなっていう印象。やっぱ和文訳むずいね、大変だという印象ですね。で、長文のレベルやっぱ外国語学部と外国語学部じゃないのの差がすげえ、めちゃくちゃ離れてるよね。外国語学部の人はかなり長い文で、該当箇所とか本文自体は難しくないんだけど、やっぱ記述力、そしてスピードっていうのがやっぱ求められるなっていう印象でした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.